キャバン、トーマス・ビジオは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手、宇藤・左ヒダリダ。MLB のトロントブルージーズ所属。父は、アメリカ野球伝道入りしたクレーグ・ビジオ。2012年、WBSCU-18 ワールドカップのアメリカ代表に選ばれた。2013年の MLB ドラフト29巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、 契約せずに、ノートルダム大学へ進学した。2016年の MLB ドラフト5巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 バンクーバーカナディアンズで、プロデビュー。A 級、ランシングラグナッツでもプレーし、2球団合計で62試合に出場して打率。273、26打点、11盗塁を記録した。 2017年は A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、127試合に出場して打率。233、11本塁打、60打点、11盗塁を記録した。2018年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、133試合に出場して打率。252、26本塁打、90打点、20盗塁を記録した。 9月1日には、イースタンリーグ MVP への選出が発表された。2019年の開幕は、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズで迎え、5月24日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のサンディエゴ・パドレス戦にて、8番、ニルイッシュで、先発出場して、メジャーデビュー。9月17日のボルチモア・オリオールズ戦で、サイクルアンダーを達成した。 父、クレイグも2002年に達成しており、MLB 史上2組目の親子での達成となった。2021年からは、マーカスセミエンの加入で、肖像類士として起用されることになった。父から受け継いだパワー、選球眼、勝負強さが武器であり、高出類率の打者に成長すると予想されている。ありがとうございます。